希望先生2。泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。ギゴ先生の皆さん、ハイサイ、ハイサイ。はい、ギゴ先生2始まりましたけども、今週はですね、沖縄の民謡をうまく歌うコツはということで、深掘りしていきたいと思いますが、早速登場しておりますけども、歌の今日の、講師、早田恵美先生です。お願いします。よろしくお願いします。はい、まあそうですね、あの民謡沖縄の歌、まあギボ先生1でもそのしで下げとかね、あのうまく歌うコツはみたいなのをやってきたんですけども、はい、まあさらにですね、ちょっと深掘りしながら、今日はね、先生にあのこういう感じで歌うとその、民謡っぽく歌えますよとか、歌う時にこう歌高い声出しやすいですよとか、まあ、いろんなこの技法なんかも聞きながら、うまく歌うためにこういろいろあのできるハウツーなんかを、ギボ先生していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お母さんも登録してますよね。お母さん登録してるそうです。はい、お母さんチャンネル登録いいねもよろしくお願いします。まあそのもういきなりですけど、はい、そのどうやったら沖縄民謡っぽく聞かせられますかね、うん、沖縄民謡っぽく聞かすためにはやっぱり拳っていうのは大事かなと思いますね。拳、はい、拳、そうですね。どんなやつですか、その拳って。あの先ほど言った泣きなさい笑いなさい花の歌詞をちょっと歌ってみていいですか、うん、ポップスを意識して歌うと、泣きなさい笑いこんな感じなんですけど、うんうん、拳を入れて意識すると、沖縄民謡風に意識すると、泣きなさい笑いなさい、こんな感じで拳は全然違いますね。そうですね、なんかこの歌と歌、はい、その音と音のその間にこうちょっとこうなんていうんですかね、この節みたいなものが入ってるんですけど、はい、まあ、簡単にね、言葉であの言うっていうよりもその長い稽古の鍛錬でね、さ、これこういったことができるんだと思うんですけど、まあその初めて弾く人とか動画を見てる人たちに、こんな感じでやるとその節が入れられますよみたいな、喉の使い方ってあるんですか。半音ずらすような感覚なんでしょうね。半音ずらす感覚、はい、あーですよね。あーずらす感じで、喉はあー一回ちょっと締めてる感じですかね。あー、はい、その別の音、まあ、その音の中で一瞬ちょっとこう音を、はい、あの、はい、半をずらすというか、はい、であのビブラートはちょっと緩い感じじゃないですか、はい、あーあーってなんかこうちょっと押し込むというか、力の入れ加減が違うのかなって私の中では思ってます。まあ、その入れていく場所なんかもね、あの、うん、そのなかなかそのいきなり教えてすぐできるわけじゃないんだけど、はい、まあ、ここで入れたら気持ちいいかなみたいな場所があるんですよね。あります。言葉の別に変わり目にこれを入れるわけでもないんですよね、はい、泣きなさいみたいな感じで、はい、うん、さの中でそのあの母音の中で、まあ、2つぐらい入れるとか、うん、そういうのもあるんですよね、多分ね。ありますね。またあの民謡を聞いてる限りだと、やっぱり八重山の民謡も沖縄本島の民謡も拳の回し方違ってたり、うん、人によっても全然拳の種類が違うのかなって私は感じてますね、うんうん、まあ、でも民謡をっぽく聞かせるときにはそういったちょっとまあ節を意識して、はい、あの入れてみるといいかもしれません、まあ、節の細かいトレーニングなんかはね、あのまた細かいあれがあるんですけども、そういうとこ音を半をずらしたりするイメージで、その防音を歌う中でちょっとこう、はい、喉を締めるような感覚感覚かなって私は思ってます。あ、そうです。ちょっと力を入れるというか、うん、はい、もう一回だけちょっとさっきのいいですか。泣きなさい笑
その今節以外に、はい、まあその沖縄の民謡とかでその特徴的なのが指定下げ指定上げなんかもありますよね。はい、これは前回ですね義母先生でもやってきたんですけど、そのまあ音と音、音程の違う音と音をそのつなげるときに、そのゆっくり下げていく、ゆっくり上げていくみたいなものを次第上げ次第下げという言い方をしますけど、もう方言っぽく言うと次第上げ次第下げと言いますけど、こういった技法もありますね。今の節プラス次第上げ次第下げというのを入れると沖縄民謡っぽく、まあ、民謡っぽく聞こえたりするという技法があります。例えばティンサ君の花とかだと、ティンサルー花や、これまっすぐ今歌ってますけども、指で下げを入れてみると、ティンサルの花や、このうの部分とかですね、うのところの音を下ろすときにゆっくり下げていく。これもまあ下ろす場所のね、あの指で下げを入れていく場所っていうのは決まった場所とか、入れると効果的な場所っていうのがありますけども、まあ、そういう指で下げをあの入れていくと、また民謡っぽく聞こえる、技法がありますね。まあ、そういうその技法とその節なんかを入れると、もう民謡っぽく聞こえる、上手に聞こえるという技法の一つですね。はい、はい、まあ、今ねその節を入れる入れ方とか、はい、まあ、指で上げ指で下げをやってきましたけども、その、まあ、実際にねその民謡の方、歌ってる方の動画とか音源を聞いたりして、まあ、あとはその、まあ、簡単にはねすぐに習得できるものではないので、はい、それを何回か聞いてみて、こういうところで節を入れる、こういうところで指で上げ下げを使うみたいなものを、まあ、何回も繰り返しね研究してみて、これを取り入れて入れてみてください。Thank you.